フレシェット弾の手弾。およそ1から1.3インチの長さフレシェット弾は、主に対人攻撃に用いられる小型の翼を持った矢のような形状の銃弾、およびそれらを手弾として、多数内蔵した砲弾。報道等では主に後者の意で用いられる。フランス語で脱を意味する、フラシェットに由来し、矢玉と呼ばれることもある。フレシェット弾はその形状によって、 対象を失張させることを目的とした兵器で大きく単発型と三段型に分類できる。単発型は小銃、水中銃などに装填し、単一のダーツ状の弾丸を火薬によって発射するもので、クロスボウとは異なる。三段型は硫酸弾などと同様に一つの弾体の中に複数の子弾を詰め込んだものであるが、子弾が球体ではなくダーツのような形状をしている。 点が異なる。戦車砲などから発射されたフレシェット弾は、次元進化により空中で炸裂し、発射方向に向けて、円錐状に手段を撒き散らすことで対象を攻撃する。一例として、m 五百四十六エイパース T 砲弾は、弾体に一インチの手段を八千本内蔵し、機外半径は百五十メートルに及ぶ。翼部分が折れることで総称を拡大させることも、 多い。なお、アップフスズのような対装甲用のものは通常、フレシェット弾とは呼ばれない。フレシェット弾は、朝鮮戦争の戦訓から、散開した不評を攻撃するための砲弾として1957年に、米ピカキニー・アーセナルと契約した、ワールプールコーポレーションによって開発された。 最初に開発されたのは 105mm 榴弾砲用の M546 対人弾頭で、極射では効果が得にくいため、ほぼ直射に近い弾道で使用することを意図したものだった。1966年のベトナム戦争中に初の実戦使用を迎え、死弾の降り注ぐ際に発せられる得意なリオ音からアメリカ軍では蜂の巣弾とあだなされた。 北ベトナム軍不評の大規模な構成に対処するため、90mm、105mm といった戦車砲や 106mm 無反動砲用のものも開発されたが、キラージュニアと呼ばれる英画射撃技術の発展によって次第に捨てれていき、現在では有効性の低さやおよそ100秒を要する新艦設定の煩雑さから砲弾の生産は終了している。後にソ連軍では、 1 2、mm、2トル、1 5 2トルといった間接射撃用弾頭も開発された。イスラエル国防軍は2006年のレバノン侵攻、2009年と2014年のガザ地区への侵攻において戦車砲発射型のフレシェット弾を島地で使用し、パレスチナ人ジャーナリストであるファデル・シャナを含む複数の非戦闘員を殺傷したとして国際的非難を浴びた。 特に2014年のガザ畜産工事のフレシエット弾使用についてその弾道の不正確さから国際人道法に反する非人道兵器であるとアムネスティ・インターナショナルなどの人権団体は主張した一方でイスラエル軍は批判に対し国際法に従って兵器を使用していると反論しているフランス軍のものと思われる投げ屋第一次世界大戦で用いられた投げ屋は フレシェット弾の原型とも言えるもので、はじめフランス軍によって、ドイツ軍兵士に対して使用された。ついで、イギリス軍、ドイツ軍によって採用された。攻撃ヘリコプターの R-1 や r 十四などに搭載されるハイドラ七70ロケット弾には、m 二百五十五、m 二百五5 5 e 1和ス四 a 和重 -4A、A といったフレシェット弾を、 発射可能な対人弾頭が存在する。対地攻撃用ロケット弾 CRV-7 に使用できる和獣5000に BFAT はタングステン合金で強化された鋼鉄製、手段5本でできており、1万フィートの距離から T-72 の側面、または上面の装甲を貫通できる。和獣 500XB 弾頭は対人のみならず、 走行兵員輸送車などの軽装甲車両やヘリコプターなどにも有効で80本のタングステン製の手段を放出し1.5インチの圧縁装甲を貫通できる。1950年代にフォートデトリックに所在する生物船研究所で7 6 2ト、mm、ル弾によく似た中空のフレシェット弾に薬液を充填し科学兵器 生物兵器を直接注射するための兵器が開発された。当初液化した VX ガスを使用する予定だったが、ボツリヌス毒素、エーとかサキシトキシン、あるいはその両方の混合液が使用され、M1 バイカートとして採用された。これは、ビッグファイブウェポンズと呼ばれる、アメリカ陸軍科学科特殊任務師団が開発した後、大科学、生物兵器の一つだったが、 政府の方針転換によりすべて廃棄処分された。APS 水中銃とその弾薬通常兵器としては、ベトナム戦争時に、アメリカ軍の12ゲージ3段重要に20発の死弾を発射できる、ショットシェルや、M79、M203 などのグレネードランチャー向け 40mm 弾頭も開発された。また、ソビエト連邦の開発した、SPP-1 水中拳銃や、 APS 水中銃はダート型の専用弾を発射するためニードルガンとも呼ばれる。ありがとうございます。